マイクチェック、入っとんの、入っとるの、これどうも、バテマス協会でございます。今日も昼飯作っていくぜ。昨日は音声が入ってなかった。おまけに一昨日の夜撮った晩酌動画も音声がなかった。クソでございます。というわけで本日はペペロンチーノを使ったペペロンチーノじゃないものを作りたいと思います。はい、オリーブオイルでーす。はい、ニンニク2かけ分です。はい、鷹の爪2本、まあ、約2人前の材料ですね。うちの場合は1人前がね。これをちぎって入れる。種はお好きにしてください。私は入れます。この手で目を触ると地獄です。よし、香りが出てきたらベーコン。よし、きっと使わないであろうハムもあったんで、もう入れときます。一緒でしょ、似たようなもん。塩コショウ、はい、茹で汁を少々入れます。もうちょいかな。はい、パスタ。パスタは塩分量 1% の塩水で茹でております。はい、まずはペペ玉に卵入れます。この上にチーズをかけて、本日はペペボナーラです。ペペボナーラ、なんかもうやらしい、やらしいよな、ペペボナーラって。ちょっと卵が固まりすぎたかもしれん。チーズは勝手に溶けるでしょう、これでね。ちょっと卵のこのダマになった感じが嫌やな。まあしゃあないか。よし、今日も大量だぜ。うわあ、これはキャロリー半端ねえな。まあペペボナーラ、ペペカルボナーラの作り方知らんねえけどな。チーズと卵入ってるカルボナーラじゃないのこれ。てかもうカルボナーラじゃないのこれ。あれ唐辛子入らへんか、カルボナーラには。だ ペペボナーラかな。ペペボナーラかな、やっぱな。こうまそうやん。チーズ感半端ねえわ。こないだのカレーリゾットを思い出す糸っぴき。そしてこちらに最後タッパシと黒胡椒を振る。黒胡椒大事ですね。麺が見えなくなるぐらいかけてもいいですよ。お好みですね、その辺はね、はい、よし、というわけでできた。本日はマイクの音声も調子がいいペペボナーラでございます。食べたいと思います。よし、パ、はい、どうもパテマス協会でございます。というわけで本日はペペボナーラです。大丈夫、ちょっと色飛びしてない。食べたいと思います。お腹減ってます、もう疲れてます、めちゃくちゃ仕事してます。この後もめっちゃ仕事です。30分後から動画編集いつできんやろ、わかりませんけど。というわけでいただきます。あー、忙しい、仕事が稼げるときに稼いどかないとね。さすがに今日朝から DIY は行きませんでしたね。ちょっと朝仕事早かったんで。うん、黒胡椒最高。あ、でもやっぱりチーズ混ざってるとペペ玉とは違うわ。カルボナーラかって言われると違うけど、
うん、はっきり言います、ペペ玉よりうまい、ペペ玉よりうまい、絶対こっちの方がうまい、私はそう思うね。ペペ玉を超えた、うん、ペペボナーラやってみてください。具材は何もないけどな、俺は入ってないけど、まあ入れなくてもいいんじゃない、ベーコンだけとかね、ソーセージだけとかで、うん、うん、断然うまいわ。何やろな、濃厚さが加わったしかな。やだ、これから絶対チーズ入れよう、俺チーズ入れちゃおう、これから。昨日晩酌動画ね撮らずにもうライブにしました。疲れちゃってて、今夜もそうなっちゃうかも。立ち飲みしてましたね、1時間以上動画撮った方が早かったんじゃねえのかなと、動画撮って編集して投稿した方が早かったんだろうというぐらいの慣れでしたけども、話がね長くなっちゃって、スーパーチャットもいただいたからね、くっつく麺じゃない、これ糸引いてんだよ、この麺も。また見えんのかな、この、ね、細い繊維がね無数に巻きついてる、わかるかな、わからんよな。ハム入れましたけど、ベーコンの方もちろん多く入ってるんで、ベーコンのような気持ちで食べられます。ハムって感じがせえへん、ベーコン、薄切りベーコン、なのかなみたいな感じ。いや、これやってみてください、マジでペペ玉超えてると思うよ。とろけるチーズね、当然ですけど、卵を入れる前にとろけるチーズ入れた方がいいかもしれんな。で、とろかしてから卵を最後、お好みの半熟度で先に入れちゃうと卵が固まりすぎちゃう、これみたいに、これちょっとね固まっちゃってから、何がいいかっていうとね、この麺を取る時の重さ、これ引っ張られてるからチーズで、重量感、これがねくすぐる、男の胃袋をくすぐるわ、重さが食ってるって感じするもん。いや重さ大事ね、飛んでるやっぱり、すげえ量食うてる感じがするもん。今回は割に
ちょうどよりちょっと多いぐらいかな。だから 250g 使ったか使ってないかぐらいかな、乾麺で。大体だって一般的なパスタが 100g ぐらいでしょ、お一人様。 100g 茹でてんのかな、 80g とかかな。スーパーで売ってるやつが 100g ずつくくってあるから、まとめてやるから 100g か1人前。じゃあちょっと2人前以上かな。100g で足りるんですか、男子。ちなみにパスタなんて 100g で足りないよ、そんなの。米食わないっていう人もいるもんね、最近。男子で炭水化物抜いてる人、ガクトみたいな人。ニンニクいい仕事してますね。ニンニクと唐辛子が本当にいい仕事してます。頑張れるわ。鼻呼吸で頑張ろう。ただいま1時半。編集ができるか。アップロードは厳しいかな。どうやろう。インターバルがおそらく3時半ぐらいに、状況によっては10分ぐらいインターバルがあるかもしれない。その瞬間に上げれたらいいな。投稿はそこまで編集が終わってて、その時点で編集ができてなかったらやばいな。うまかったね、これ。絶対今度ペペ玉するとき俺チーズ入れますわ、あったら。ペペ玉も結構してますよね、私。4回ぐらいしてんじゃん、今まで。このうちね、3、4回してっしょ多分ね、3回ぐらいかな。でも今度からチーズ入りますね。これは美味しかった。実はこれ昨日食いたかったんですけど、オリーブオイルをね、買い忘れておりまして、本日になりました。なもんで昨日は焼きそばになりましたけど、焼きそば取ったけど、マイクに音声が入っていなかった。なもんでアフレコ出ました。満足、腹いっぱい。というわけで、パテモト協会、本日は大盛りペペボナーラでございました。ぜひともペペロンチーノ
ペペロンチーノ食いだけ、ペペロンチーノ答えてるんですけど、ペペロンチーノ食いだけだ、そんな日にやってみてはいかがでしょうか。というわけで、ごちそうさまでした。おいしゅうございました。ほな、皆さん、良い休日を。